パラスポーツを体験することで楽しさや難しさを理解してもらおうと、体験学習会が東院第二中学校の2年生の生徒を対象に開かれました。講師にはシドニーやアテネなどのパラリンピックに出場経験のある車いすバスケットボール元日本代表神保康弘さんを招き、車いすバスケットボールについての講習が行われました。講習でははじめに日常用の車いすとスポーツ用の車いすの違いが説明されました。神保さんが、スポーツ用の車いすは動きやすいようにタイヤがハの字になっていること、バスケットボール用に関しては激しい動きにも対応できるようにタイヤの前にバンパーがついていることなどを説明すると、生徒の皆さんは興味津々な様子で聞いていました。講習の後には車いすリレーを通して車いすバスケットボールの難しさを体験しました。体験ではまずは車いすに乗ったままコースを進み、操作に慣れてきたら車いすに乗りながらドリブルやパスをしていきました。生徒たちは最初は進みたい方向になかなかうまく進むことができず、悪戦苦闘しながらも徐々に操作に慣れてうまく乗りこなし、ドリブルやパスをスムーズに行っていました。また体験の後には神保さんによる講演が行われました。神保さんは16歳の時にバイク事故で脊髄損傷となり、失意と絶望の中2年間の引きこもり生活を送ったこと、友人が熱心に車いすバスケットボールを勧めてくれたおかげで今の自分があることなどを話し、失敗を恐れずまずはやってみることです、そして誰かが一生懸命やっている時には寄り添い助けてあげることで、自分が困っている時には誰かが助けてくれるようになりますと、神保さんが自身の大切にしていることを話しました。生きていけるために、ね、必要なこと、それは障害があるとかないとか、男だとか女だとか、年老いてる若いとか一切関係ないね。自分がやりたいやりたいと思ったものに対してどれだけそこで、ね、一生懸命自分で、下の手に貫いていけるかという、そこだけが、そのことも重要なことだと思います。生徒たちは神保さんの話に熱心に耳を傾けていました。今日は車いすバスケの体験をしてみて、ターンしたりとかドリブルついたりとかしてみてとても楽しかったです。私はもうすぐで大会があって、その大会がすごい緊張して怖いんだけど、失敗を恐れずにたくさん挑戦していきたいと思います。今日はじんちゃんがみんなが楽しめるような遊びを考えてくれてとても楽しかったです。じんちゃんはバスケのプレーだけでなく人間性もとても素晴らしかったです。僕もじんちゃんみたいに大きな声で挨拶ができたり、プラスの声かけができるような人になりたいです。